皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もイフトボール2024月曜日恒例のエピックガチャの紹介です。さあ今回はナショナルアタッカーズ、こちらが登場ということで紹介していきます。スコールズ、バティストゥータ、ファンデルファールト、そうきましたか。告知されていた3名がね、ようやく登場という形になりました。まあ、中でも今回注目されるのは、まあ、スコールズかなというところでしょうかね。さあ必須級はね、果たしているんでしょうか。確認していきましょう。こんな感じで毎週紹介はやっております。ぜひチャンネル登録高評価の上確認していってください。付属のハイライトをこちらの動画で確認してほしいんですけど、なんといっても未所属組がね、2人入っていたり、強化枠がサネ、デブライネ、ベラルディ、ちょっとサムネにないですけどアルミロンなど有名どころをしっかり強化枠にしてもらえてるんで、なかなかいいですね。デブライネは今回トップ強化スピードなんで上限も高いし結構強くできそうなので、その辺も注目かな。エピック狙う方はね、ハイライト当たったら育成してみてはいかがでしょうか。ということで目玉3名を見ていきます。ではでは早速。さあまず早速登場はバティストゥータになります。今回ラインブレーカータイプになってますね。ブースターはシュート、オルコン決定力、キック力、フィジカル、安定のブースターとなりました。今回のバティストゥータはこんな感じ。イーハブまだブーストを反映する前に取ってるんで、ここからブースト乗るって感じです。もうなかなか強くない。決定力1や4振りましたけどいらないかも。得点力相変わらずの極み切った数値高いですね。オフェンスセンス96、キック力も92ありますからね。逆足も高いだし、両足でしっかり質高くシュート打っていけそう。足元も、まあ、最低限のボルコン80の背ぐらいなところは意識して育成するのがいいかな。パスが全然触れなかったけど、まあ、逆にエアバトを強みとし、ラインブレーカーで空中戦も生きるような数値にはしました。スピード瞬発は8788、かなり高いっちゃ高いんですけどね。185センチ、絶対重い。どうしてもこういうタイプは重みとの戦いになってしまう。クロスを上げるとかロングボールで攻めるとか、そういうのしないとなかなか強み出にくいのが現状ですね。ただ今回ラインブレーカーになっているんで、裏抜けの意識なんかも高まってくると思うんで、まあ、その辺は注目の選手になると思います。スキルはこんな感じ。ワンタッチパス持ってるのいいですね。ミドルシュート、ワンシュー、シュート系は豊富でライジングなども持ってる。必要な方はダブルタッチつけたりスルーパスつけたり、こういうタイプ好きな方はね、思い切ってスーパーサブとかつけてもいいかもしれません。そして過去の比較、こちらもブースターちょっと対応できてないんですけど、レジェンダリー、なんといってもラインブレーカーになってますからね、まあ、ほんとそこの好みで判断っていう感じでいいと思いますね。能力はレジェンダリーよりも強いですね。そしてエピックですね。こちらもプレスタイルがラインブレーカーになってますので、まあ、そこが一番のポイントか。あとはスピードを結構上げられるので、まあ、その強みもあるね。タイプとしてはバステンに近いかもしれませんね。スキルも結構似通ってる。特にスピード瞬発かなりバティストゥータの強みにはなってるかな。まあ、足元パスの完成度まで含めたらバステンの強みはありますけどね。続いて紹介するのがファンデルファールト。まあ、今回なんといっても普段今まで OMF 登録だったプラスナンバー10だったんですけど、なんと今回左ウィング初めてのパターンですね。さらにプレースタイルもチャンスメーカーになったんですよね。使いやすくはなったと思います。果たしてどうなのか。今回テクニックプラス2ですね。ボルコンドリブル、ボールキープ、グランダーパス。さあ続いてはファンデルファールト。逆足うまいチャンスメーカーになりますね。できるポジションは3つ。まあ、サイドで使おうってなるとスピードがちょっと物足りない感じになってしまうので、まあ、そこは意識して OMF で起用するような感じかな。チャンスメーカーは発動ポジというよりも3つ発動ポジだね。テクニックのブースターが乗るのでドリブルしっかり90も乗りますし、グランダーパスは82度でパス数値も結構高めで決定力も意外と高いのよね。そこに今回はポイント差がず、ドリブル脚力中心にクイックネスも8振りと、そんなところを意識しました。スピードがちょっと低いんでね、しっかりと上げておきたかった。84、悪くはないでしょう。テンハーフ使ってる方は85になります。キック力はかなり伸びてきて99とカンストさせておきました。逆足もうまいですし、ドリブルのしやすさとか結構ありそうですよね。左利きの選手で右足でもしっかり質高くボール蹴れるのいいですね。身長は176センチ、ボディコンがやや低いので低速取りの時にどれぐらい影響出るのかと。どうしてもチャンスメーカー発動しちゃうので、そこが好きかどうかは好み分かれそう。さらにもちろん左サイドはできるんですけど、 OMF ってなるとメッシがライバルになったりとか、チャンスメーカー激戦区ですからね。左利きじゃなく右利きでもかなりいい選手がたくさんいるポジションになるんで、絶対とまで言えないのがちょっと苦しい枠になっちゃって。スコールズ含めてキック力強みなので、ミドルシュートを遠目からバンバン狙っていくならありの選手かなといったところです。あーってセットプレーの数値高いね。左利きのセットプレーキッカーとしても優秀。スキルはこんな感じ。ミドルシュート、ワンパー、スルパスなどを持っていて、まあ、パス系中心に揃ってるね。シュート系つけましょう。ライジング、ダブルタッチ、ワンシュー、
そんなところつけてみましょう。そして過去のパンデルファールトとの比較、まあ、全てナンバー10バージョンになるので基本的には使いやすくはなってると思います。プレイスタイルの部分で大きなアドバンテージになってますね。エピックも基本2種類出てるんですけど、ベース能力でこんだけ勝ってればさすがに乗り換えていいのかなと思いますけど、基本プレイスタイルの関連で乗り換えでいいと思いますけどね。レアル版も出ています。できるポジションとかがちょっと変わってくるので、まあ、そこを考慮に入れたいところではある。さあ今回注目されそうなのがスコールズかな。今回はチャンスメーカータイプ、こちらもテクニックプラスにポルコンドリブル、ボールキープ、グランダーパス、ファンデルファルトと同じだね。さあそして今回のスコールズ見ると強いんですよ。ご覧なさい、身長は170センチ、小柄で扱いやすいチャンスメーカーになりますが、ファンデルファルトの時にも言いましたけど、チャンスメーカーはもう余ってるのよというね。激戦区に入りすぎちゃったね。プレーメーカーならもしかしたかもしれない。 OMF もできるしね。能力はっていうと今回キック力は99とカンストさせました。スタミナ95、スピード瞬発もね90近くありますからね、めっちゃ速い、まあ、身長も170センチなのでスピード瞬発以上に足の速さ感じることできるかもしれませんね。ブースター乗せる前提でグランダーパスは90乗りますし、ドリブルがやや低いのよね、86、ボールキープやボルコンは高く93になります。で今回決定力一切打ってないのに87、強すぎる。得点力もしっかりね持ち合わせている。中盤でかなり強みになってくると思います。欠点という欠点がないですね。さらにここから身長小柄でありながらフィジカル80乗んのよね。一応2余ったんでそこ振ってみたんですけど、フィジボディ80、体の強さなんかも武器にできる珍しいタイプですね。フィジカル80乗るこのサイズ感の選手ってなかなかいないよね。そこが大きな武器になりそうです。スキルはこんな感じ、シュート系がかなりいい感じかな。ミドルシュート、無回転シュート、遠目から狙っていけそう。ライジングも持ってる。ワンシュースルーパス必須でつけたいし、あ、ワンシューあったわ。ダブルタッチないんね、みんなダブルタッチないな。しっかりとその辺も追加したい。スコールズ過去の比較、プレーメーカータイプがね過去は多いかな。今回はチャンスメーカー、その好みはあるけど能力はしっかりと強くできそうなんで、まあ、乗り換えでいいでしょうね。こちらもエピック2種類、特にスピード瞬発かなり漏れること考えたら今回のスコールズかなり強いの分かりますね。プレイスタイルの好みではありますが、しっかり今回の方が過去版よりは強そうかな。まあイングランド同士ならまだいいですけど、ユナイテッド版はイベントで使えるんでね、そこでちょっと判断が変わってくるところはあります。はい、ということで今回はこちらの3名の登場でした。まあ今後とか考えると別に絶対引きって感じではなさそうかな。選手好きな方はね狙ってほしいかなというところ。ナショナルイベントで、まあ、各国使うならワンチャンあるけど、使いどころがやっぱね難しいのよね、クラブと違ってね。スコールズもなかなか強かったですけど、選手が揃った今わざわざ引きに行くかって言われるとっていうところでしたね。激戦区のチャンスメーカーになったのもちょっと向かい風気味、選手好きな方はぜひ引いてほしいですね。こんな感じで毎週紹介やっておりますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ではまた次の動画で、週刊 FP の動画が夕方上がります。